はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら !SH フィギュアーツ仮面ライダーブラックサンですはい、Amazon プライム限定で配信された仮面ライダーブラックサンの主役の SH フィギュアーツが速攻で一般発売で、まあ厳密に言うと主人公的な立ち位置は3人で、ブラックサンの高太郎とシャドウムーンのノブヒコと新たな要素の青いね。ただ群像劇としていろんなキャラクターが描かれますから、出番だけで言えばビルゲニアとかは相当長時間画面に映ってますよね。ではレビューしましょう。 前行 PV とかでも早々にこの姿が解禁されておりましたが、ただ、本編を見るとわかりますけど、殿様バッタ怪人の活躍期間とかが結構長くって、あっちの怪人体というか、第一形態のイメージも、孝太郎強いですよね。あー、おー。 つや消し、いい感じ。そう、意外と本編でも思ったんだけど、肩幅ゴツゴツにあるわけじゃなくって、割とシャープなシルエットなんですよね。かっけえこれが6000円とかで、新行調じゃないから、買えるの全然いいし、オプションも 豊富ですよね足の部分が武器になりますからそうなると胸周りの造形とか変わっちゃいますのでそれ用の細かいパーツだったりとか手首もあれだライダーキック前の開き手首なんかも全部ついてる。 僕は新宿のガチのスーツが展示されてるイベントも行きましたが、それを見てるからこそスーツじゃんというか、やっぱ今回はアーツじゃんって感じなんだけど、実物はね、もっとなんかね、ヌメヌメしてて気持ち悪さが半端なかったんですよ。それに比べると可動立体物感ありますけど、そう、この辺とかもね、なんかもっと生き物感半端なかったんだよね。でも、再現度は素晴らしい。目の黒い部分、あ、でも目はちょっと明るすぎかな。もうちょっと暗くてもいいぐらいかな。 でもあんまり暗くするとフィギュア映えしないのか。で、クラッシャー部分なんかも汚し塗装かなちょっとムラになってて、ここは軟質で折れないようになってますし、メタリックのオレンジのラインとかも非常にいい。要はこのあたりのパーツが全部外れるってことですよね。あー、なるほどね。こういう風にね。ブラックマークがついてる胸アーマーは付属してないので、それは多分目が 赤発光状態のアーツとして、また別で出るんじゃないかな。ここ、なかなか取り付けしやすいな。あ、そっか。背面がないんだ。まずはここをはめる必要がある。こうと、こうだね。はい、そうすると背面まできちっと、一本の足が出来上がると。で、この辺の、あ、いいね。この黒いさ、テカリ部分の内部アンダースーツ部分と、 つや消しの尖ってる部分なんかも鋭利だし、指先のあ尖ってる造形なんかも完璧。そしてベルトは可動はしないけど、めちゃくちゃ細かい色分けになってて、これすごいね。はい、下半身周りはこうで、そう、爪がさ、2本なんですよね。で、足裏も、なるほど、ここの繊維的なものもしっかり見えると。 首は根元から稼働して結構動かしやすい胸と腰はこのように動く肩はアーマーごとロール二の腕ロール肘片目あでも二重関節になってここまで曲がりますねそして手首下半身は外側ここアーマーありますけど軟質で危なくないようになってて前後ろはそっと 開きますし、膝はしっかり曲がって、まあ、つま先可動とかもいつも通りの作りですね。じゃあ早速元々のブラックと範囲、はい、見比べるとこう、でも全然違う何も継承してないっていうぐらい、まあ、オレンジラインが入ったりとか一応ボディがブラックだったりとか、ブラックっぽさは継承してるんだけど、やっぱ全然違うね。 元々のブラックはだいぶスッキリしておりますが、有機的なデザインに変わっていて、ベルトなんかもメカっぽさは一応継承しているものの、全く違う切り口になっておりますし、まだ目が発光状態のブラックさんの方が雰囲気が近いのかな。アンダースーツに筋肉繊維的なものが 見え隠れする部分とかは一応それっぽくなっておりますが、後ろ姿なんかも銀ラインとか入ってないし、リブート元とリブート先ね。とはいえ、かなりアレンジが変わってて、これはこれでどちらも非常にかっこいいと思います。でもやっぱり似てないね。胸アーマー交換の仕組みとしては一旦、後ろのパーツを外しつつ、胸アーマーを引っ張って、 外すあ、まあ、片側だけでよかったか。で何もない胸アーマーを付け直してこっち外さなくてよかったわ。そうするとパーツがこのね後ろに回ってたパーツごと外れますので左胸の部分がなくなって武器が形成完了みたいなこれ両方とも外しちゃってもっとすっきりさせることもできますね。こっちもこのように。 ごと外す右胸のパーツもついてますのでこのようにもうちょっと正義の仮面ライダーっぽくスッキリさせることもできますただブラックさんっていうとバッタの足胸に生えてた方がやっぱりしっくりくるかな脱着可能だけど外れやすさとかは全然ありませんねでこれ左右間違ってるとボディにちゃんと密着しないので この辺も付け間違いがなくて分かりやすい。そしてブラックサンといえばやっぱり、欲も青いを許さんのポーズだよね。握り拳にして、腰落としつつ、横に向かせて、あいいね。あいいね。ポージングめっちゃ取らせやすい。ほら、グーの、このポーズ超簡単に、いいね。この全体的に暗くなるのが。もっとこう、 顔された方がいいか。許さん拳もっとされた方がいいはい、こんな感じの、光太郎変身ポーズ、怒りの変身ポーズからのバッパーで、ちゃんと水平の手はね、これ腕すごい引き出せるから、まっすぐ水平の手入ってないんだけど、一応、バッパーで、おー、おー急にヒーロー感急にヒーロー感 え、すげえいいじゃん。あ、で待って。手首間違えてるわ。あー、完全なピーンの手はないんだな。これでまだ途中だからね。で、こうしてセンサーで、この辺を反応させつつ、ちょっとさ、ゼクロスみたいなポーズを一瞬、撮るのが好きなんだよな。で、もう一回、右に腕を逃がして、変身のポーズを、撮らせられると。こんなに異常の姿なのに、 割とちゃんとヒロイックに見える。この手首とポーズすごいな。はい。そして、開き手状態の変身完了から、じゃあ、こうして、自分の足をぐーっと、おー、いいね。取って、はい、外す。外す。で、胸アーマーをつけ直す。 武器持ちは右手だけか。手首。はい。足が剣になった状態の武器の見た目はこうで、こっちは結構ツヤツヤっすね。で、持たせてあげれば、抜いて、抜刀。体から抜刀ね。はい。このような抜刀状態を表現することができます。まがまがしいな。なんか剣持ち状態っていうとさ、セイバーの圧を遊び慣れてるんだけど、ビジュアルも含めて全くヒロイックさがないというか、 はい、このような荒々しい残撃ポーズとか、ケント君みたいなヒロイックなポーズを取らせても似合わないことこの上ないな。やっぱこれはもっとこう、怪しく持たせた方が決まる感じだ。ラスボス感半端ないもんな、この見た目。これちなみにすごいよく動くから、 全然両手持ちとか問題なくいけますので、割とヒーローゼンとしたポーズが決まるのが、かっこいいですね、ブラックさん。で、こんな状態から、こっちの片胸の足なくしたまま、開きのね、ライダーキックチャージの開き手ついてますので、目の赤発光欲しいところではありますが、このポーズかっこよかったよな。それもちゃんと、おー。 いいね。もっとこう腕上げた方がいいか。ライダーキック。まあ、キングストーンフラッシュみたいなポーズをイメージしてると思うんだけど、全然違うよね。これでバーって赤く光って、ジャンプして、ライダーキックね。ライダーキックポーズなんかも、こんな感じですね。今、本編映像を見ながらやってますけど。問題なく、撮らせられますね。 おぉなるほど。でもなんか、荒々しく肉弾戦で戦ってるイメージの方がやっぱ強いですよね。もうちょっとこう、ヒロイックな日朝寄りな。お、ほら。ちょっとポーズがさ、腕の感じが変わられるでも、ヒロイックな雰囲気出ますよね。ライダーキックポーズ。おーいいね。ヒーロー感出るね。撮らせられるし、でもやっぱこうやって肉弾戦ポーズを 取らせた方がブラックさんのイメージって感じかな。派手めなこの開き手の手首からの腰落としながら敵にこう襲いかかりそうなこういう感じの方が今作の孝太郎のイメージですよね。なのでブラックさんの孝太郎を見ると テレビ本編のタ太郎ってやっぱ正義の人だったんだなって思うぐらいめちゃくちゃダーティーだもんね。はい、ぐるっと見回すとこうで、まあ、ちょいちょい尖ってますけど割と気軽にグリグリ動かして遊ぶことができます。なんかポロリとかも全然ないしねバトルホッパーとか乗せてみるバイクシーンとかはねキャストの安全の考慮もあってあんまり迫力なかったけど今の時代はバイクシーンがあるだけで もう貴重だからね。はい、こんな感じで、新旧コラボ的な意外と合うね。ブラックサンとバトルホッパーの組み合わせ問題なく、まあアーツのサイズ自体は全然、バイクの方が小さいとかそういうのはないんで、こういうような組み合わせも案外ありなんじゃないかな。なんかでも動かしては分かったけど、あれだね、片側ないバージョンいいね。 以上 SS フィギュア2仮面ライダーブラックさんの紹介でした